皆さんこんこにちは、えー、本日はキス・キット・アドボケート紹介セッションということで、えー、いつも、えー、技術的な話をメインにしてますけれども今日はちょっと離れてキス・キットのコミュニティの話をキス・キット・アドボケートの皆さんに紹介してもらおうと思っています。と最初にちょっと、えー、沼田の方からオープニングで、えー、キス・キット・アドボケートについてさっとご紹介したいと思います。 キスキットは皆さんご存知の方多いかと思いますけれども量子コンピューターを稼働させるためのソフトウェア開発環境になっていましてオープンソースの形で開発、えー、公開されていますで。量子コンピューターが広く、えー、活用されるためには量子人材の育成が必須ということでと量子コンピューターの、えー、開発者コミュニティ このキスキットコミュニティでは、両親デベロッパーの方々がとも、えー、に学んで成長する場としてコミュニティの育成を支援しています。で、その、えー、キスキットコミュニティのプログラムの一つがキスキッタードボケートプログラムになります。こちらですね。はい。 キスキッター・アドボケートプログラムは、えー、認定プログラムとなっていましてグロ,グローバルでは433名と日本からは、えー、24名が現在、えー、認定されて活動していますこの日本の人数なんですけれども認定当時に日本にいた人というカウントで行っていますのですでに国外に、えー、移住されている方も含めています でキスキットコミュニティで積極的に貢献している方をサポートするグローバルプログラムとなっています。メリットとしては、えー、グローバルコミュニティとのネットワークや、キスキットイベントへの招待などがありますけれども、今回は、えー、この内容については、アドボケートの方々に詳しく紹介していただく予定ですで。認定方法をさっとご紹介しますと、 アドボケートの申請は現在年に1回行行っってて夏ごろ行っていますでまずコミュニティへの貢献が必要になっていましてこちらポイント制になっていて大きな貢献論文を書いたりという大きな貢献はポイントが高くてちょっとした貢献は小さいポイントになっていましてこれまでの貢献の合計が基準を超えていると申請できるようになっています。 でえー、また、KISKIT キキデベロッパーサーティフィケーションという、えー、認定テストに合格して、ある程度のスキルがあることを示さなければいけないんですけれども、こちらも、えー、例,題例文、えー、とテストの、えー、事前テストなどあるので、えーまああの 問題ないか勉強すれば問題なく受かるかなと思っていますがこちらについても今日、えー、聞いてみたいと思いますでこちら誰でもどなたでも、えー、いつでも受けることができるんですけれどもキスキットアドボケーの新アドボケートの申請期間中に申請した方は、えー、受,受験料がただになるようになっていますで、えー 今年キスキットアドボケイトに日本からは7名の方が認定されました皆様おめでとうございます。今日はこの7名の中から吉田さん、大野さん、ヤンさんにお話しいただきたいと思います。あ、ご紹介いただきありがとうございます。この度キスキットアドボケイトに選んでいただいた吉田隆平です。えっ、ー、とまあキスキットに えとこれまでどのように関わってきたかいや、まああのえー、と自分の自己紹介をさせていただこうと思います。まあ、自分は東京大学大学院理学系研究科科学専攻量子科学研究室所属の修士1年の大学院生です。量子科学計算を量子コンピューターを用いて計算することを、まあ、研究のテーマとして日々研究に勤しんでいます。学部時代も あの理学部科学科に所属しており、まあその中でロボコンサークルに参加していました。で、そこのロボコンサークルロボテックというサークルでまあ、ロボテロボコンに参加する中でプログラミングについて学びました。で、今はプログラミング経験5年目になります。でまあ、関係する趣味としてはプログラミングが。 ありまして、まあ、研究の際に、えっ、ー、と、論文を書いたりする際に、ビムを使っていて、まあ、その設定をいじったり、まあ、いろいろプラグインを探してい入れたりして遊ぶのが好きです。また、ラテフはあのすごい数式が綺麗に書けるので好きで、まあ、たまに量子回路を綺麗に書けるようなパッケージを探して遊んでいたりもします。 で、こういう VIM とかラテフとかをしている中であの有志の方々に支えられているさまざまなサイトで、まあ、エラーがあった時とか、まあ、うまくいかなかった時にあのお世話になりましたその中でオープンソースソフトウェアっていうものがあることを知ってであのすごいお世話になったので自分も何らかの形で貢献していきたいなと思いここで趣味であのオープンソースへの貢献に興味を持ちました 研究内容としましては、まあ、1つがこの π 分子系の分子軌道ヒュッケル速を用いて量子コンピューターの実機 IBM 川崎で計算したっていうのをやりました最大6キュービットを用いてベンゼンなどの分子軌道エネルギーを計算しましたエラー補正をすることでエラー率を10%と極めて小さくすることができましたで、えー、とこの成果はあのー、評価いただいて5月に論文として公開しました させていたただきまし2021年の4月去年の4月にあの卒業研究で今の研究室に配属されて量子コンピューターのシミュレーターが必要ということで何かしら量子コンピューターをのシミュレーターのライブラリーが必要になりました。 まあその中で研究室で KISSKIT キキを使っている方が多く、と、まあ、いうか全員が KISSKIT キキを使っており、やはり IBM の実機を使うためには最善で、まあ、かつ Python なのですごい親しみがあったので KISSKIT キキを選ばせていただきました。で、えー、と6月になっていろいろ貢献をし始めました。動機としましては、あの趣味のところでも申し上げた通り、OSS への貢献をしてみたいなと思っていたからです。 具体的には自分が見つけたバグを直して、えー、とそれをあの取り込んでいただくことであの世界中の人々があの同じバグに悩まされることはなく改善されるっていうのはやはり素晴らしいことだなと思いましたですが、まあ、ここまで踏み切れなかったのはやはり自分の中でハードルがとても高かったからなんですねあのえっ、ー、と修正案を、まあキスキットの方に送ったりするしたんですけど、まあ、それを プルリクエストというんですけど、まあ、その自分がえっと送ったプルリクエストを紹介することで、まあ、そのすごい複雑なわけではないプルリクエストでもしっかりとその確認していただいてキスキットの本体に取り込んでいただけるっていうのをご紹介できればなと思います1つ目のプルリクエストはこちらになりますこれはまあ6月の一番初めてやったやつでキスキットテラのビジュアライゼーションであの量子回路を と PDF とか画像にしたいっていう時にエラーが出たのでそれを直したというものになりますゲートの中であの分数を使おうとしたんですね2分の1みたいなそしたらその部分が壊れてしまっていてなんかぐにゃぐにゃになってうまく動かなかったので、えー、とこの部分について直そうとしました原因としましてはラテフ基本の あのフラッグ1、2で中括弧が使われるんですけどその部分の中括弧がうまくキスキット側が処理できなかったっていう問題があったので、まあ、その箇所について修正しましたしかし、まあ、残念ながらちょうどビジュアライゼーションの同じパートでリファクタリングが行われていまして変更箇所が衝突してたのと、まあ、そのリファクタリングによってこのバグは解消したので、まあ、このプルリクエストは残念ながら日の目を浴びることはありませんでした。 2つ目は IBMQ プロバイダー。これは KISKIT のライブラリーの中でも IBM の実機、例えば IBM、えー、マンハッタンとかいろいろあるんですけど、そういうものを使うときに必要なライブラリーのエラーです。これは、えー、IBMQ プロバイダーが KISKIT テラなどの古い関数を使っていて、古い関数は KISKIT の中ではデ、えー、とあマーキングされるんですけど、 マーキングされて数か月で、えー、と関数が消されてしまうので、まあ、いつか対応しなければならなかったっていうのと、まあ、実行するたびに、えー、とワーニングが出ていて、あんまり気持ちがいいものではなかったので、そこを直してみようということで、2つ目を書いてみました。キ i スキットのドキュメントはやはり充実しているので、まあ、ドキュメントを少し見ただけで簡単にどう直せばいいのかが分かったので、それをも、えー、とに修正してプルリクエストとして提出しました。 させていたただきましたでいたただきましこれで、えー、とキスキットのオーサーに名前を入れていただくことになって、えー、とキスキットはこんなにもコントリビューターの貢献した人たちを熱く歓迎してくれるんだって思ってとても嬉しく、まあ、やっぱり今後も何かしら見つけたらぜひ貢献していきたいなっていう思いを強く持ちました。 3つ目については、キスキットエクスペリメントの関数が壊れていたっていうものになります。これは、えー、と変更は本当に少ない箇所で、ディクトをコンフに変えたとかっていうレベルの本当の、えー、と数文字単位のプルリクエストがメインになるんですけど、えーと、直して、ここで初めてテストを書きました。やっぱりテストを書いた方が今のコードが壊れていることをしっかりと説明できますし、今後、そのテスト、 があることによって同じ関数が同じような壊れ方をしていたら確実に弾くことができるのでやはりいいなと思いました、まあ、これについてもすぐマージしていただいてすごい嬉しかったです、まあ、以上のようにあのプルリクエスト自体はそこまで高度なものではないんですけどしっかりとその見ていただいてマージしていただいたということですごい嬉しかったです次にキスキットアドバケートになった経緯についてお話しさせていただきます きっかけとしましては、まあ、今までの活動はあまりキスキットアドバッケートについて知っていたわけではなく、スラックで紹介されていたのを見て初めて知りました。で、えー、となりたいと思った動機が主に2つありまして、1つ目が、まあ、サマースクールなどの対面イベントに参加してみたいという気持ちがすごいあったので、まあ、そこで何ら、イベントで何らかの融合を受けられるということだったので、ぜひ、融、え、合、ー、を受けたいなと思って。 出したのが1つですもう一つが、あのー、沼田さんのスライドの中でも紹介があったんですけど、まあ、IBM とか KISKIT キキのコアメンバーの方々のサポートを受けながら KISKIT キキの改良ができるっていう機会があるっていうのを知って是非、まあ、こんな大規模なライブラリーに自分のがっつりした変更が入るっていうのはなかなかないので是非やってみたいなという気持ちがあったので、えー、と申し込みました。 で直前にしたこととしましては、えーと、申し込むために必要なのが2点、点数が20点以上だったんですけど、今年は。それが足りていることを、と、もう一つがキスキットデベロッパーサーティフィケーションというテストを受けることでした。なので、えーと、点数が20ポイントあるかをまずは確認しました。最初に紹介させていただいた論文で12ポイントあったので、まあ、それプラス、えっ、ー、と、 バグフィックスのプルリクエストということで、1つ4ポイントが2つマージされたので8ポイントで計最低20ポイントということで、点数が足りていることは確認し、次に KISKIT キキデベロッパーサーティフィケーションを受けようと思いました。それについては、紹介の通り KISKIT キキの使い方に関する試験で、研究でよく使っていたので、多くの操作に慣れていたんですけど、やっぱり 一部知らない機能もあったので、まあ、そこが結構聞かれたりするのでとても難しかった印象を最初は思っていました、まあ、すごい便利なの機能なのに知らなかったので、まあ、その後の研究でとても活かせてよかったです対策としましまてはあのー えとテストのところに確かサンプル問題とかがあるのでサンプル問題を解いて詰まった箇所についてはキ,スキッ i s k i t の API ドキュメントを読んであのこういうふうに関数がなってるんだ引数の型とかあのどういうものを取ればいいのかっていうのを調べてテストに臨んで幸運、まあ、ながら合格することができましたまとめになりますがキスキットアドバケットになる秘訣としましては論文を書いた方もう キキスキットアドバケートの点数20ポイントまでもうすぐですなのでまあプルリクエストなどのちょっとした点数を稼げることをやっていただければと思いますまたプルリクエストについてはやっぱり大沢ーーになれるかもしれないっていうのは大沢になれたのは自分はすごい嬉しかったのでぜひそ,のそういうのに興味がある方はやっていただければと思いますあの難しいわけではないプルリクエストでも歓迎していただいてマージしていただけるのですごい えといい体験になると思いま,すまた、KISKIT キキデベロッパーサーティフィケーションは、まあ、ドキュメントを読み込んでサンプル問題などをしっかりやれば、そこまで難しいことはないと思います。ご清聴ありがとうございました。